めちゃくちゃそのカテーテルとバッグが尿バッグ溜めてるところがカレー臭くて、だからもう香辛料の強さって。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はこのレッグバッグについて、お伝えしていこうと思います。以前排泄障害の動画で少しレッグバッグについてはお話ししたんですが、改めてレッグバッグの種類、レッグバッグの使い方、まあ、付け方、あとレッグバッグをつける時の注意点などを、まあ、私の失敗談とかを含めた上で、まあ、私が経験した中で、ちょっとお伝えしていこうかと思います。なので、まあ、これが絶対というわけではなくて、本当に一つの情報として、ぜひ、ご覧になってみてください。で、以前排泄障害の動画でお知らせした時はこのレッグバッグ使ってますって言ったんですよね。こちら、このレッグバッグが足につけた時にあんまりこうフィットしてくれないっていう感じがあって、すごい嫌だなって思ってたんですが、私が行く調剤薬局さんとか、あと泌尿器で取り扱ってるのはこのレッグバッグしかなくて、仕方なくこちらを使っていました。ですが、今はさっき見せたこれですね、このコロプラスト、コロプラストっていうメーカーのレッグバッグをネットで買って使っています。これ容量がね600で、ちょっと間違って買っちゃったのがこっち350のこのレッグバッグを買いました。ただ350は本当に容量が小さいので、なんかもう間違って使っちゃったからいりません。でこちらなんですが、なんか結構なんだろう、作りとしてはね、なんかこう線入ってるの見えるかな、この線が入ってるのと、あと硬さ、ちょっとあんま伝わらないけど、硬さもこっちの方が柔らかくてすごい足にフィットしてくれます。なのでこれを使ってます。で、付け方なんですが、本来はなんかこんくらい長いんですよね。長いんです。で、前以前はふくらはぎにつけていたんですが、ちょっとお見せしようかな。以前はふくらはぎにこんな感じで、この服の下にですね、服の下にこういう感じで沿わせて使っていました。内側か、まあ裏につけれたら裏につけてたんですが、やっぱりこういうスキニーを履くと分かりやすいというか、めちゃくちゃ目立ちやすいので、それが嫌で、あと捨てるのとかも大変だから嫌で、今は太ももに置くようにしています。こんな感じでね、沿わせて太ももの外側に置くか内側に置くか、私はまあ外だけど内側に置く人もいます。で、この方が捨てる時にズボンの中から出して便器にジャーって捨てれます。で、つける時の注意点なんですが、まあ、まずそのこの管の長さはこんくらいまで切ります。ハサミでチョキンって切って、で、このカテーテルですね、カテーテルとこう結合させますね。こうやって、これまだ新品のカテーテルだけど、これを結合させます。で、その時の注意点として、ズボンの中でこんな風に折れ曲がっちゃう時とかあるんですよ。セッティングしてるとか、こういう風に折れ曲がっちゃう、こっちが折れ曲がるかこっちが折れ曲がるかっていうのがあります。ズボンの中、ま、一番はやっぱ腰回りのところかな、ちょうど座ってる骨盤周りのところとかでこんな風に曲がっていたりすることがあります。そうすると流れずに尿道からカテーテルは入れてるんだけど、尿道から溢れ出て、
もう漏れ漏れになっちゃうので、そこは注意してください。実際私もハイウエストのズボンを履いてた時に、ハイウエスト分のそのジーパンのところが多分圧迫されて、多分どっかでこう曲がってって、カテーテルつけてる時に尿取りパッドをつけないので、そのせいでも尿道から溢れ出ちゃって、もうびちゃびちゃになっちゃったっていうのがあります。なのでまあカテーテルつけても尿取りパッドをつけるか、あとこんな風に敷おむつをクッションカバーの中に入れてあげて、尿が地面まで落ちないようにしてあげます。これはスティムライトの場合です。全体的に穴が開いているので、底の面にしっかり敷いてあげます。次はロホクッションの場合です。ロホクッションは穴が開いていないので、お尻側の側面の方から流れてくる場合が多いので、そこにしっかりあてがってあげます。クッションに敷おむつを挟めないという場合は、こんな感じでクッションの下にですね、敷おむつを敷いてあげて、この上にクッションを乗せてあげる方法もあります。ただこれだとクッションが車椅子からずれてしまうことが多いので、やっぱりおすすめはクッションカバーの中に入れることです。実際にこのレッグバッグつけてるのがどんな感じなのかっていうのをちょっと撮ってみますね。これ入れてるところはさすがに撮れないと思うから、なんとなく雰囲気で見てもらって、本来であれば一番初めズボンを履くときに入れるんですけど、まあでもね、トイレ終わった後、とかこんな風に手でゴソゴソしながら私は入れています。でやっぱり私はスキニーとか履くのが好きだから、いろいろ工夫して頑張ってレッグバッグつけるときでも好きに履いたりします。ただなんて言うんだろうな、本当にこまめに捨てれなくて結構長い時間つけちゃうなっていうときは、好きにじゃなくて、スカート、ロングスカートとか、あとワイドパンツを履いてパンパンになっても目立たないようにしています。はい、こんな感じで今ね、はい、こんな感じでレッグバッグつけたんですけど、まあ、尿が入ってない状態だと多分そんなにわからないと思います、つけてる感じが。はい、こんな感じね。レッグバッグをつけてる注意点、まあ、レッグバッグじゃなくても蓄尿バッグっていう大きいバッグがもうちょっとあるんですけど、それをつけてる時の注意点としては、水分を取ることが大切です。それは泌尿器の人から言われたりするかな、すると思うんだけど、やっぱ膀胱炎のリスクっていうのがカテーテルをずっと差しっぱだと高まってきちゃうので、水分をいっぱい取ることが大切だし、そうじゃなくてもレッグバッグお出かけの時に水分を取らないと尿が濃くなっちゃうんですよね。尿がすごい濃くなっちゃって匂いがきつくなります。尿の匂いがきつくなってカテーテルに染みついたり、レッグバッグに匂いが染みついたり、それがそこだけで収まってくれればいいんだけど、なんていうの、やっぱり周りに匂いがしてきちゃいます。なのでレッグバッグをつけてる時っていうのは尿を濃くしないため、あとまあ膀胱炎に、膀胱炎予防として水分をたくさん飲んでください。もう一個が食べ物ですね。これは私レッグバッグの時はまだ経験なくて、また寝る時に、バルーンつなげて寝れた時の経験なんですけど、カレーライスを夜ご飯に食べて、で寝て起きた時にめちゃくちゃそのカテーテルとバッグが、尿バッグ溜めてるところがカレー臭くて、だからもう香辛料の強さってめちゃくちゃやばいなって思ったんですよね。
なんだろう、そういう私個人的にはもうつなげてる、カテーテルをつなげてるレッグバッグとか、ね、夜寝る前とかはもうカレーライスを食べないようにしています。もうすぐ臭くなっちゃって取れないから。あとコーヒーは基本的に私飲まないのでわからないんですけど、多分コーヒーとか一般的にもね、健常者の人とかもあの飲み物とか食べ物で尿の匂いって変わると思うんですけど、その匂いがそのまま溜めることになるので、やっぱそういう部分はねちょっと考えた方がいいかなっていうふうに思います。本当に飲み物食べ物で尿の匂いっていうのは変わって、その尿の匂いがレッグバッグについちゃう、カテーテルについちゃうっていうことがある。あと水分の量が足りないと尿の匂いがきつくなって、その匂いがカテーテルについたりレッグバッグについたりして、自分だけじゃなく周りにも匂いがいっちゃうっていうことをぜひ知っていただければなというふうに思います。こんな感じで今私が使っているおすすめのレッグバッグと、あと付け方、あとつける時の注意点をお伝えしました。ではこの動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。